10月9日火曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちら思考です。自分の思考傾向っていうのをちょっと確認してみてください。何かあった時ネガティブに考えてしまうのか、ポジティブにいけるのか、その傾向が分かってると結構対策も早めにできます。自分の傾向っていうことを客観的に見ることができますので、その時はこういうふうに捉えていこうっていうことがわかると思います。自分の傾向見てくださいね。それではまた。